なあ、レン。コウジャク、もう帰ってきてるかな。今日はコウジャクの誕生日だ。さすがに帰ってきているだろう。だよな。一応10時なら仕事終わってるって言ってたし、もうさすがにいるよな。ああ。神結石って儲かるのかな。コウジャクの評判は上々のようだが。ってことは、それなりにって感じか。おそらく。ま、この辺にしちゃ結構いいとこに住んでるもんな。よし、3階到着っと。コウジャク、帰ってるかな。はいはいっと。おお、青葉か。お疲れ。青葉もお疲れさん。上がってくれ。お邪魔します。そこを適当に座ってくれ。何か飲むか。ああ、でもその前にこれ。誕生日おめでとう。お、ありがてえ。去年に引き続きすまねえな。おめでとう、コウジャク。レンもありがとな。まあ、今日は前夜祭みたいなもんで、本番は明日だからな。なんたってばあちゃんの特別な手料理が食えるし。ああ、それに関しちゃほんとすまなかったな。今日は急な仕事が入っちまったよ。全然。ばあちゃんもゆっくり準備ができて助かったって言ってたよ。そっか。そう言ってもらえると、こっちも気が楽になるけどな。よう、青葉にレン、よく来たな。邪魔してるよ、ベニ。ベニ、元気そうで何よりだ。もう、ゆっくりしてってくれ。コウジャクってさ、ん？何気に動作の一つ一つが丁寧だよな。どういう意味だ、そりゃ。ガサツな乱暴者に見えるって言いてえのか？そうじゃないけど、仕事柄なのかなって。ま、確かにそういうのはあるかもな。お、こいつはもしかして、酒、ブランデーか。こりゃまた随分高そうだな。せっかくだし、いいもん送っとこうと思って。俺、酒のことそんなに知らないからさ、吉江さんに聞いてみたりとかしたんだけど。おお、そしたら？大人の男にプレゼントするなら、断然これよねって。大人の男か。さすが吉江さん。確かに、いい酒だ。まあ、正直、こんないいもん飲むにはまだ色々足りてねえ気がするが。足りてない？こいつは、早くこの酒が似合う男になれっていう青葉からのメッセージってことだろ。はあ、別にそんなこと言ってねえけど。冗談だよ。でも真面目に嬉しいぜ。それじゃあ早速堪能するとしますか。どう？うまい。本当に？おう。そっか、ならよかった。本当にうまいぜ。お前も一口飲んでみるか。でもそれ結構強いんだろ。そうだな。まあお前にはちょっときついかもな。俺そんなに酒強くねえし、やめとくよ。まあ青葉は酒癖悪いからな、やめといた方がいいか。別にそこまでひどくねえよ。いやいや、ひどいって。酔っ払ってる時だから覚えてねえんだろうがな。ひどくねえから。なあね。ひどくない、と断言することはできない。おい。だよな、俺もレンに同意。ええー、なんだよそれ。俺、そんなに酒癖悪いか？つか、本当に覚えてねえのか？前に飲んだ時、俺にキスしてきたこととかよ。え？嘘。覚えてねえのか？マジで。え？
え？お前すげえ絡んできて椅子ごと押し倒されてよ、こう顔をガッと掴まれてググッと。え？すまん、嘘だ嘘だ、冗談だよ。言って、お前な、本当悪かったって。お前があんまりにも慌てるからついな。あおば、悪かったって、機嫌直せよ。機嫌直せよ、あおば。何ニヤニヤ笑ってんだよ。笑ってたか俺。笑ってただろ今。ああ、いやな、お前見てたらなんか昔のことを思い出しちまって。昔のこと？ああ、覚えてねえか、お前が俺の誕生日を祝いたいって言い出して、そんで誕生日って言えばケーキだからケーキ作るんだって言ってよ。ええ、あ、うん、あったっけそんなの。お前タエさんの手を借りずに一人でやるっつって失敗したんだよ。スポンジは焦げてしぼんでるし、生クリームは溶けて泉になってるしで。え、そんな、そんなん作ったっけか。ああ、よく覚えてる。そんで俺が食うっつったら、今度は腹壊したら困るからやめろって怒ってよ。また嘘じゃねえだろうな。じゃねえよ。うわあ、もしそれ本当ならすっげえ恥ずかしいんですけど、全然覚えてねえし、ガキの頃の話だってのに。でもな、うまかったぜあれ。それはさすがにいくらなんでも嘘だろ。本当だって、お前があちこち火傷したり砂糖だの牛乳だのにまみれながら泣きそうな顔して一生懸命作ってくれたんだ。それがまずいわけねえだろうが。ちゃんと残さず全部食ったしな。俺がうまいっつってもお前全然信じなくてよ。料理の一番の調味料は愛情だって言うのにな。アオバ、愛情は目に見えないものだが調味料となりうるのか。聞かないの。つかそんな昔のこと覚えてねえし、どうでもいいから、愛情が調味料とか普通言わねえし。んなことねえよ、間違ったことは言ってねえだろ。俺にとっちゃ大事な思い出だし、それに今のお前に作ってもらいてえな、誕生日ケーキ。え？今だったら料理できるだろ。料理とケーキ作りは全然別物だっつうの。別に失敗したって構わねえよ、青葉が俺のために作ってくれるってのが大事なんだからな。いいじゃねえか青葉、減るもんじゃなし、一丁腕を振るってくれよ。青葉、必要ならばレシピを検索して表示するが。だってよ。調子乗ってんなよ。期待してるぜ。お前なあ。2日くらい遅れても文句言うなよ。ん？何しろほとんどやったことねえんだから。青葉、それってお前が食いたいって言ったんだからしょうがねえだろ。今日の主役はお前なわけだし。あ、待ってる。